ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。よし、今回は SCP-236 の紹介だ。いつも通り、画面を見ていれば大体理解できると思うので、軽い感じでご視聴くださいだぜ。よろしくね。じゃあ、始めるぞ。アイテム番号、SCP-236。オブジェクトクラス、ケテル。特別収容プロトコル。収容エリアから退出する職員及び、持ち出されるすべての物品は、SCP-236 の汚染を受けていないか検査を行ってください。SCP-236 からの汚染が確認された職員及び物品は、直ちに収容エリア内へ戻し、除染を行ってください。収容エリアから離れる職員は、徹底した身体検査と、X 線撮影を用いた検査を受ける必要があります。いかなる物品も、職員が存在しない状態にある収容エリア内に放置することは許可されません。収容エリア内に何かしらの物体が出現した場合、担当職員による調査が終了するまでの間、出現した物体には触れないようにしてください。収容エリアへと続く防爆扉は、職員が収容エリアへ出入りする際にのみ開閉してください。収容エリア内で、不意に激しく動くような振る舞い、または攻撃的な振る舞いを取ることは許可されません。収容エリア内は可能な限り暗闇を保ち、エリア内で作業を行う職員は、暗視ゴーグルを着用することが推奨されています。通常の照明が必要であると判断された場合、遠隔操作で照明を点灯させた後、1時間の待機時間を設け、収容エリア内に異常がないことが確認された場合にのみ、侵入が許可されることになります。説明。SCP-236 は、顕微鏡を用いなければ観測することが不可能なほど、微細な大きさをした紙により構成された群れです。各個体の形状は、基地のどの甲殻類のものとも一致せず、その生理学的特徴から、人為的に生み出された生物なのではないかと考えられています。詳細は、文書を参照してください。SCP-236 は、集合知能、あるいは一種の集合精神を有しており、その指示により行動しているように観測されます。この集合知能は、SCP-236 の個体同士が接近することにより発達し、分裂することにより消失する様子が確認されています。大きな群れが形成された場合、その群れの集合知能は強い捕食性を示し始め、個体状態にある SCP-236 と比較し、著しく攻撃的になることが確認されています。SCP-236 は、状況分析、包囲戦術、隠密能力などに高い適性を示していることに加え、扉や椅子などの無生物、または複雑な模様をした絵画などの物理的形状を、長時間にわたり模倣し続ける能力を有しています。この擬態は、通常の観察では看破することが不可能なほど完璧なものであり、その識別には詳細な検査が必要となります。また、基地の物品を破壊した後にその物体を模倣し、対象の物体になりすますといった、より高度な擬態行為も確認されています。SCP-236 個体は、あらゆる有機物を元に新たな個体を生み出すことが可能であり、元となる有機物には、樹木や木綿などの有機物を元に製作された物品も含まれます。SCP-236 個体は、自身の手、ハサミ、を用いて有機物の一部を切り取り摂取すると、球状の小さな卵を任意の場所に産みつけられた卵は、10分前後で孵化することとなります。新たに誕生した SCP-236 の幼体は、形状こそ生体と同一であるように観測されますが、そのサイズは生体と比較し小さく、生体が自己防衛に用いる化学物質も、この時点では備えていないようです。その後幼体は、6時間をかけ生体へと成長することになります。SCP-236 個体は、光、突発的な動き、大きな音などに対し恐怖の反応を示します。この反応は、群れを構成する個体数の増加に比例して小さなものになっていく傾向にありますが、対象が大きな群れである場合でも、突然発生する大きな音や強い光には驚く様子が確認されています。SCP-236 は、何かしらの物体に擬態している最中に外的刺激を受けると、急速に分裂した後に個体ごとに散り散りに逃げ出し、身を隠します。その後、群れは時間経過とともに再構成されることになりますが、再構成には最大で24時間程度の時間を要します。追い詰められる、あるいは身を隠す場所が存在しない場合、SCP-236 個体は防御反応を示します。この反応は、各 SCP-236 個体が、自身の手、ハサミ、を頭上に振り上げ、20ポンド、9.07kg の C4 爆薬に相当する爆発を起こすというものです。研究の初期段階においてこの爆発は、
SCP-236 個体の体内で、通常は不活性状態にある3種類の化学物質が反応し合うことにより発生するものではないかと仮説が立てられましたが、仮説の証明に必要な化学物質の採取は、収容エリアのサイズが比較的小規模であること、サンプル採取に伴い、SCP-236 を刺激する可能性があることなどが原因となり、現在までに実現されていません。十分な大きさにまで成長した SCP-236 は、人間やその他の生物を自らの糧とするようになり、中程度の規模の群れであれば、5分以内に成人の人間1名を完全に消費し、消費した量に相当する SCP-236 個体を生み出すことが可能です。また、SCP-236 は多くの場合、睡眠状態にある人間の体内に侵入し、その内部から摂取を開始することが確認されています。この習性に擬態能力と防御反応が加わることにより、SCP-236 の効率的な検知、収容は、非常に困難なものとなっています。ほい。現在までに、SCP-236 が有機生物の姿に擬態する様子は確認されていませんが、その振る舞いを模倣する様子は確認されています。過去に実施された SCP-2366 とのクロステストにおいて、SCP-236 はヒグマの習性を模倣し、活発な捕食行動を呼び、を示しました。SCP-2366 は、変異した落葉広葉樹の一種であり、樹木、または切り出され木材となった状態にあるとき、その周囲25メートル以内に存在する同一種の生物同士の、協調性や連携を強化する能力を有しているぜ。この影響に暴露した生物は、同一種の生物同士で共通の目的のために行動するようになるが、その影響の程度は、影響を受けた種がもともと有していた社会性の複雑さに依存するようだな。もともと複雑な社会性を有している生物ほど、より協調性や連携が強化されるってことね。ああ、その通りだ。では、続きをどうぞ。この件以降、実験において SCP-236 が有機生物の習性を模倣する様子が確認された場合、その旨は直ちに報告され、実験エリア内に存在する物品は全て撤去されることとなりました。報告書の紹介は以上だ。群れをなすことで集合知能を作り出し、その集合知能からの指示に従い、無生物への擬態、有機物の摂取、有機生物の修正の模倣などを行う性質を有する、極小サイズのカニの群れ、ということね。ああ、それで大体合ってるぜ。個体としては大した脅威にはならず、すでに収容されている個体の収容自体も容易な部類だが、その性質と個体数により完全な収容は困難であり、群れが一定のサイズを超えると生物を捕食対象とし始めるため、収容外で大量繁殖されると、かなりの被害を発生させる可能性のあるスキップだな。仮に有機生物に被害が及ばなかった場合でも、有機物なら何でも摂取する習性があるようだから、大量繁殖した場合、自然環境に大きな被害が及ぶことになりそうね。ああ、誰にも気づかれることなく森が丸ごと消失し、大量の SCP-236 個体が森自体に擬態する、なんてことが起こるのかもな。では、今回の紹介はここまでにしよう。これからも地道に SCP の紹介をしていくので、よろしければお付き合いくださいだぜ。ではでは、ご視聴、ありがとうございました。